ご視聴ありがとうございます。ハレルヤメディアチームの大久保です。ご視聴ありがとうございます。ハレ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 ルヤの統率者の記事を書いているコマンダー塚本です。異常者来ちゃったな今回も始まりましたな、はい、LTG 対戦バラエティハレルヤコンバット。いや年明けですね。いやこれね、あの年末に公開されるあれなんですけど、はい、いやもう2017年、いや本当にあっという間だった。いや俺まだ夏終わってないから俺まだナイトプールも行ってないし、海も行ってないし、インスタ映えしてないんだ俺。心の準備ができてないから外だけが寒くなって、いや本当に終わってしまう2017年が今年俺もまだ夏だもん。いや、ね、夏終わってないんだよね。夏が終わらないままなんだよ。彼女と別れたぐらい。マジだ、マジで。マジで彼女と別れた。何月頃にかな ?6 月かな。夏が来て。夏が来て。一人で夏が終わって。そして2017年も終わり。終わる。まあそんなことより、ね、俺は今年中になすべきことがあるんじゃないですか。あれですか。あれですよ。せーのでいきますか。せーのでいきますか。せーの、忘年マジック。あれ忘年会とかいいでしょう。いや忘年会でしょ。アンステーブルも発売されたことだし、金額のマジックしましょうよ。金額マジック、めっちゃ首相なこと言いますね。だってあんなジョークセット、ここで取り上げなきゃいつ取り上げるんだ。いやいやいや、そんなね、でも、急に言われても銀幕デッキなんてね、用意できているわけがあるんですね、こちらに。奇遇ですね。奇遇ですね。いやね。茶番まあちょっとね、年末っていうことで、あ、普段やらないフォーマットで遊んでいこう、はい、ちょっとね、はい、おふざけ要素が多いんで、ちょっと我慢して視聴していただければという感じで、じゃあ早速対戦していきましょう、はい、よろしくお願いします。ここ大事で、いやこの環境で大事大事だから、大事大事で、まあとりあえずね、運試しということで、おいやここでピンゾロ出すのいい、ここでピンゾロ出すのいい、ゲーム中の大成功、そうね、逆にいい、そうそうそう、羨ましい。ああ、はい、じゃあ先行いただきます。はい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 、じゃあよろしくお願いします。こんな感じで、うわ、こんな感じで、これは行かせてもらいますよ。行かせてもらいますか。じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。先手いきますよ。どうぞ。はい。じゃあまず山。山。そしてはいはい。分回りやん。このカードはタップしてサイコロを振ります。はい。6面体振ります。はい。まず1が出たら破壊されます。はい。で2から6まではその対応した色が出る。対応した色が出ます。はい。まあランダムで色が出て。6分の1で破壊されちゃうボックス。0マナのマナ加速。おら !3。3だから、青。青。はい。いやー、割れようよ。特に使わず。はい、ゴブリンチューター。はい。はい。ゴブリンチューターは、ダイスを振ります、また。はい。1が出たら何も起きません。で、2から6は対応するカードタイプの持ってこれます。2はこいつ自身、3がエンチャント、4がアーティファクト、5がクリーチャー、6だとソーサリーかインスタントかインタラプト持ってこれます。インタラプト、インタラプト死後、そうほら5エニークリーチャー、おお持ってくるカードはこいつ、こいつは1マナ1石のゴブリン、はい、赤マナ払ってタップするといずれかのコインかダイスの結果を振り直して新しいのにできるって感じのやつで、はい、どうぞ。はい、ダイスデッキっぽい、ダイスデッキっぽいね、このまま。そしてさらに0マナで足の得、イナーマッチかまあでもまあとりあえず様子見ようエンド、はい、アンタップアップキープドロー、はい、2マナ出るんですよ、はい、ただしこの2マナは透かしがあるカードしか使えません、はい、で足を作るの、お前同型だったのか、同型だよじゃあ一緒に買いに行こう、買いに行きましょうか、一緒に買いに行こう、どうしまーす、はい、じゃあ買いに行ってきます。
というわけでね、はい、まあ、買ってきましたね。熱いコンテンツ、熱いストロングゼロこれをね、2人で買ってきましたよ。じゃあ早速、はい、行きますか。じゃあ、乾杯。くぅー、うまい、うますぎる、犯罪的だ、キンキンに冷えてやがる。はい、じゃあ僕のターンはこれで終了ですね。はい、はい、やっとマジックに戻ってきた。酒良すぎるんだよなぁ。ゼロはい、はい、はい、森を置いて、はい、うわー出たー、それなー、はい、これはサイコロを振った時に誘発します。はいはいはい、でそのサイコロの出目に等しい幸運カウンターを置いてって、それが100個になったらビン、100個になった瞬間勝ちなったら、え、アップキープとかじゃなくて、うん、え、すごっ、すごい、このカードすごいんですよ。あ、すごすぎ、はい、1万のカードと思う。しかもヘックスプルーフついてるね。じゃあまずこれから、はいはいはい、ビンザモックスからね。1、おーい、やったー。じゃあ上に乗っけます、このまま。で特に緑マナー使い道がないので、さっきのシューター次も、はいはい、マナバンしてください、マナバン。おしまい、ドロー。しょうがない、しょうがない、ゲームを急ぐ必要が出てきた。終了。じゃあ、また再びダイスを、はい、そうか、それマナノードだから、はい、ダイスを、なんだ。4、はい、4は黒マナです。で、4になりました。で、ででーん、こいつをあタップで、はい、ダイスを振ってマナを出す、はい、で、それスタックで、はい、ここに4点、お、じゃあ3点、はい、トランプレで、はい、トランプレで3点入りました。はい、残り17です。で、確か4以上だったら好きな色マナが出ます。はい、はい、振ってきます。2、はい、エンド。で、これと2と4なんで、6に1となります。はい、ドロー、ドローにして、はい、4マナ、はい、じゃあ、おジョイライドリガー、はい、これは戦場に出た時にカラクリを1個組んだ、はい、カラクリの説明じゃあ追って、はい、まず1個、おお、最強のカラクリ出た、おお、11の特訓が、そうですね。で、カラクリはまず、はい、機動輪3の上に、はい、乗っけて、はい、乗っけてあります。で、これを機動輪1、2、3のどこかに乗っかります。はい、まあ、1にしまし た, しました。次のアップキープに3から1に機動輪が移動して、はい、で、1に置いてあるカラクリが全て誘発します。はい、誘発しました。ということで、このターンはこれで終了。はい、おお、これで制限時間があるから早く終わらせないと。じゃあまずタップしてサイコロ振ります。いや、さっきからダイス強いな。やった、好きな色マナが出たぞ。じゃあ赤マナ出して2号機、はい、で、後にはい、はい、クラークのもう1本の指、もう1本の指、これはサイコロを1個振る代わりに2個振ります。はいはい、で、どっちかの結果にします。はい、おしまい。じゃあアップキープ、はい、機動輪がやりまして、で、この能力は、はい、フェアリーの構想、はい、11飛行速攻のフェアリートークを出します。はい、2個も出てくる、はい、めちゃくちゃ。このフェアリートークンの攻撃が通ると、はい、こちらカードを1枚してます。はい、ということで、まあ、2ドローになりますね。で、まあ、ドローステップにドローで、クリーチャーも残る。じゃあまずは戦闘ステップ、はい、はい、いただきます。5点いただいて12です。で、誘発しました。はい。次の方、1枚。2枚。で、セットラウンド。いや、行きたいのは山山だな。あ、4点。めちゃくちゃ強い、その火力。そう、9です。9です。はい。古きバズーバー、バズバーク。はい。お願いします。こちらは、赤緑。はい、X マナ支払うと X 個のダイスを X インチの高さから振ります、はい、で、出たデメ、ダイスに触れているのが自分のクリーチャーだったらデメの数だけプラス1カウンターを置いて、はい、で、相手のクリーチャーの上に相手のクリーチャーにダイスが触れたらその分ダメージ、はい、まあ、今は X0 なんで、はい、
ただの2マナ3スクして、はい、マナ3でターンを終了します、はい、ターン終了時にこいつらが追放されます。よかった、いなくなったです。はい、じゃあターンエンド時に、はい、これ振ります。はい、2個振ります。ほら、いけー、4個6だ、はい、やったー、マナが出ただけです。はい、じゃあ12乗った、12乗りました。はい、はい、で自分のターン入ります、はい、ということは今あと28残りやすくします。はい、残りやすくします。はい、で、まず1個目振ります、はい、うわー、で、6が増えました。単純にで、無色出ました。はい、で、これも振ります。ドーン、3、2、まあ、たまには、はい、はい、で、2で白出しました。はい、で、それで X2 で同じやつ出しました。 X2 ということで、はい、2から2、だいたいこのぐらいの高さからですね。はい、このぐらいの高さから、はい、このぐらいの高さから、もうちょい高いか、もうちょい高い、このぐらい、そう、そのぐらい、そのぐらい、そうするとここに22が新しいカウンターが乗って、で、ここはまあ、はい、なもんで、なので、でこうなってで、こうなりましたよ。はい、おしまい。強いなぁ、3タップアップキープ2個、はい、で、ドロー持ったが、じゃあ、レンツの装備工を出します。はい、まあ、これも出た時にからくりを1個組み立てます。はい、BB がですね、お、これは2マナ、対象のクリーチャーに2マナ払って格闘を行うっていう能力をつける。はい、これは1でいいや。はい、固めて1に、はい、で、同じもの、はい、で、カラクリを組み上げる。おー、どんどん組み上がっていくな。これは XX のアーティファクトクリーチャートークを出します。 X の、ちょっと待って、全部シワレアやん。はい、めくれやん、シワレア。いや、お前これ強いね。はい、で、この X はアーティファクトの数に等しい。はい、ということで、今アーティファクトが戦場に3つ出ているので、はい、次出てくるトークは4、4ですね、はい、自分も含めて、ということで、ターン終了。はい、うわー、何も引かねえぞー。はい、私おしまいです。お、はい、じゃあ、からくりで出ました。はい、出ました。で、ドローステップ。はい、ごまな。はい、スチームフロッカーオブザマンス。はい、こちらは戦場に出たとき、すでに戦場にあるからくりの数だけからくりを組み立てます。おっ、3個あるので3つ組み立てます。はい、3つ組み立てましょう。はい、1、2、3。はい、で、出たのは、はい、これはダイスを2個振って、はい、出目の差分だけからくりを組み立てる感じです。はい、これはじゃあ1に置きます。これは誘発するとからくりを1個組み立てる感じです。はい、これも1に置きます。で、こちらが11のトークンを2体出す。はい、あるんですね。で、じゃあこちらも1になります。はい、だから次のターンは11のトークンが4体出て、はい、そのうち2体は飛行速攻、はい、で、対象のクリーチャーは格闘、はい、2マナ払って格闘を行って、で、カラクリをたくさん組み立てる。はい、じゃあ戦闘に入っていこうかな。これとこれが出たばっかり。そうですね。はい、ということで、はい、はい、じゃあ3ターンをブロックして7点通り、はい、残り2です。ヒエーで、取られて単終了。はい、単終了時に起動。はい、なるぞー。ほら、6と4 10で、こいつも振ります。あー、7。はい、強い。はい、ドローします。合ってるか分かんない。しかし、私ここでおしまい。お、いったか、これは。さすがに。アンタップ、じゃあアップキープに、はい、カラクリが大量に誘発。はい、じゃあまずはカラクリを組み立てるやつから、はい、させていきますと、1個組み立てます。はい、うん、これはリアニメートですね。はい、対戦相手の土地からリア、あ、墓地からリアニメート。はい、じゃあこれは2に置きました。2に置きました。はい、じゃあダイスを2個振って出目の差分だけ。はい、よっ、3と6だから合計3個ですね。はい、からくりを組み立てます。自分の墓地からクリーチャーを回収。はい、
ダイソー2個振って出目の差分だけ11のゴブリンを出す。はい。対象のクリーチャーに対戦相手の墓地にあるクリーチャーの数だけマイナス X マイナス X 修正。お、今はマイナス2ですね。はい。これはじゃあ3の効果。はい。で次に11のトークンを2体出します。はい。2体で。それトークンはゴブリントークン？いや、ノーントークン。ノートークン。はい。で、対象のクリーチャーに2マナ払って格闘を与えます。まあここだね、でっかい。で、11の飛行速攻のフェアリートークを2体出します。はい。じゃあドローステップ。はい。ドローして、もうどういう角度からでも勝てる。本当に触っただけで負ける。じゃあとりあえず、はい、ここは格闘しましょう。うわほんで、このターン出たもの以外は、はい、アタック。あー、終わりました。ありがとうございました。ありがとうございました。これスタックでダイス振ったりしない？いや、もうね、どうやっても無理か。どうやっても無理か。こちらがキープですね。まあ、まあまあいいポイントですね。ちょっと、この対戦でまだ使ってないカードがいくつか。こう、マナだけ、すげえ適当な感じで、まあ、使ってない面白いカードもあるんでやります。じゃあお願いします。お願いします。どうぞ。はい。じゃあシティオブアス、はいはい、最後タップインで出て、タップすると好きな色が1と2分の1出ます。はいはいはい、はい。まあ、1枚だと1マナしか出ないけど、2枚やると2分の1が1になって3マナ出ます。まあ、2分の1マナを使い切れなかったらマナベース、マナバーンしていくっていう。はい。マナバーン痛いね。マナバーンね。マナバーン痛いよね。痛いんだよね、マナバーン。イニシエのルール。イニシエのルール。エンドです。もう今の子知らないから、マナバーン。じゃあドローステップでドロー。はい。じゃあシークレットベース、はい、君が書いたもの、てんてんてん。あの日見た。メンバーメンバーいないよ。突然イマジナリーフレンドと会話するのやめろって。じゃあレンチの存在。はい。で、じゃあ全体マイナス1修正をどうすか。3に置きます。はい、終了。はい、ごめんなさい。でアンタップしてどうかですね。ジャックインタモックス。はい。おお、うわ、マナを出してけ。ほらほら、お、6出た。お、緑出た。噛み合い。うおー、噛み合い。K やん。うおー、噛み合い。そしてうおー、うおー、2枚目ってことは3マナ出る。3マナ出る。おしまい。バッキープ。はい。このカードなんとかしていかないといかんな。ドゲンか。はい。19です。さあ、終了します。はい。じゃあ3マナでこれを出してセットハンドしておしまいです。アップキープ。はい。じゃあウォーターマーク。はい、ウォーターマーク2マナ取った。はい。で、まあ、でチームフロッカーです。はい。まあ、強いよ。名誉銀枠。名誉銀枠。はい。からくりをね、はい、あの組み立てるたびに2個組み立てるようになって、はい、総武功が1ゼロ修正とヘイストですね。はい。じゃあアタックで2ゲーム。はい。7ターン終了。はい。じゃあターン終了時にマナを出していきます。はい。ほら3でサイコロを振っていきます。22。はい。アンタップ。マナバーンしろよ。ドローで、じゃあ3マナ出して、はい、はい、ソードオブダンジョン&ドラゴンズ出します。はい、はい。でいや、知ってる知ってる。え、いつの間に出した？セットランドするときも重ねてる。チーティーフェイス。これはね、もう銀枠を象徴するカードだけど、はい、こっそり出して相手に咎められなかったらそのままコストを支払わずに召喚できたら。うわー、マジかー、はい。で、前のターンにいたんで、はいはいはい、酔ってますね。じゃあ、はい、まずマナを出してきます。はい、どうも。よし、されました。で、1乗りました。で、はい、これで効果で、はい、3、はい、で、これで4ね。で、装備して攻撃するときに、こいつだけは20面体ダイスが振れるんですね。え、これダメージ取った時じゃない？ダメージ取った時です。あ、はい、はい、じゃあ4点もらいました。あ、
4点ですね。で、4点出た、与えたときに、44の金のドラゴントークンを出すんですが、これが20が出たらクリティカルということで、もう1回触れます。ほらー、18。耐えたー。結構でも18のから。しょうがない、はい、しょうがない。で、おしまいです。はい、じゃあ、アンタップです。アップキープに誘発、はい、全体マイナス1で、今こいつは3-3ですね。はい、こいつも3-3。はい、ドローが、じゃあここに、はい、3.141592653.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 3
3万、はい、スチームフロッカーサービスキャップ、はい、これはゴブリンが戦場に出るたびに追加で1万払うとからくりを、はい、組み立てます。じゃあ3と3、はい、7点、はい、10、ターン終了、ドロー。じゃあまず攻撃していくか、はい、攻撃4点、12で、ダイスを取ってきます。ドラゴン出して、ほら3、かわいい。第2メイン全部赤、はい、赤3つのうち赤1つ使って、赤残り2、はい、ストラテジー、ストラテジー、はい、じゃあ振っていきます。はい、 5、はい、イーチプレイヤーディスカード、あ、フィールオフフォーチュン、はい、フィールオフフォーチュンです、はい、全部捨てて、はい、7枚ドロー。うん、キープそれはキープするよね。で、はい、5が乗ります。はい、6、はい、好きな色、赤マラ出ました。で、そのまま乗ってます。で、もう一発ストラテジー、ストラテジー持ちます。はい、ほら6、はい、あと2回振れます。お、繋がったぞ。これはやばい。じゃあ1回目。4。はい。オールクリーチャーに3点。はいはい、はい。プレイヤーにも3点。9。わあ、1。何もできない。はい。はい。で、おしまいです。はい。バックキープ。手札がいっぱいあるのはいいが。上級者の役に、はい、プレイ、はい、持ってるけどターン終了、はい、まだまだ遊べる、まだ遊べる、まだ遊べる、まだ53だ、まだ遊べる。はい、じゃあまずまず出します。はい、お、好きな色が出ました。じゃあカマラ出しました。で、1マナ、これで4マナ、5マナ、はい、X5 です。おー、これはきつい。5インチ。5インチ。5インチ。このくらい。まあまあ。まあまあ、だから、5個。5個。これが、枯れしないようにだけ。はい、これだけ、はい、避難して、はい、ここから。こ, はい、こういう意味が弾けるか、あれか、はい、何も起こんねえ奇跡、はいはい、まあでも、はい、出目の合計値が 10台、合計10ということで、残りが9か。普通にビートされて負けそう、普通にビートされて負けそう。いや、しかしここはこいつだけで、こうだけ、はい、じゃあこうになります。はい、ほら、これ次第4、いや、耐えて耐えた、4は相当耐え。で、ドラゴントークンは出ておしまいです。いやね、ドラゴントークンが無限に増えていくのがかなりきつい、でかい。いや、まあ、まず1マナでレンジを取る、はい、マナ、マナ能力で、はい、マナを払います。はい、で、まずこいつの能力でからくりが出るのが2個、はい、2個、これが、BB が確定は、じゃあ次に置こう、はい、で、マイナス X、マイナス X も入れておきます、はい、で、で、こいつの能力で2個、はい、2個、はい、
日火曜日の放送と、アーキテクトトークを出す。はい。一休憩で消すと、はい。はい。はい。カラクロいっぱい作っていきます。作ってから、作ってから穴を出す、ピースに対出す、もういい。いや、作ったはいいけどね。X 枚ライブラリートップを見て1枚で作る。はい。あ、ちょっと待って。で、はい、ボスのクリーチャーを回収だけど、飛行が止まらないんだ。止まらないんだな。飛行が止まらない。はい、終了。終了。カラクリをいっぱい組み立てて楽しい。カラクリおじさん。来い。はい、装備品。お、はい、これをこいつにつけて、はい、タップして本体に1点与えるときにサイコロを振ります。5だとアンタップします。5以上だとアンタップします。ほら、はい、アンタップした。1点で5残った。でタップしていけー。いよいよダイス3点。はいはいはい、はい、で最後にみんなで攻撃。おー、ダイス関係ねー。ただただこいつが強かった。まあというわけでね、はい、対戦、まあお互い一勝一敗という感じで、はい、見せ場をまあ用意できたのかな。まあからくりいっぱい作ったりね、はい、最後にダイスいっぱい振ったりね、はい、他に銀枠のカードで面白いカード、注目しているカードありますか？やっぱり合体したい。あ、合体合体できてないんですよ、僕。ね、こう何アンステーブルのカード安い安い安い。今がハレリアで安い。今がカイドカイド期。ぜひハレリアでご購入ください。はい、ハルビアチャンネルのいつも告知をさせていただこうかなと思うんですけど、現在チャンネル登録者数1万人以上集めて、はい、ハルビアコンバット YouTube スペースを撮影してみようという企画を進行中です。はい、まあ、よろしければチャンネル登録の方、チャンネル登録は多分ねこの辺にあると思うんだよね。この辺にあると思うんだよ。ということで、まあ、右下の登録のボタンをねちょっと押してもらえればいいなと思います。はい、まあ、そういうわけで今回はここまでということで、はい、じゃあ皆さん良いお年を。良いお年を。